WM1106 がお届けするブンダーの映画ラジオにようこそ。この放送はリスナーの方からいただきましたリクエスト映画の話をするという放送です。それでは早速今日のリクエストをご紹介いたします。ラジオネームあからさまに怪しい人は実はいい人さんからいただきましたリクエストです。これはもう物語の序盤から登場しても見るからに怪しそうな人とかものすごい怖そうな人、これ主人公にビビられてしまってこいつ絶対悪いやつだと思われていたんですけども、まあ、映画の終盤に救いの手を差し伸べてくれて助けてくれる、めっちゃいい人やこの人ってなること結構多いと思います。そんなラジオネームあからさまに怪しい人は実はいい人さんからいただきました今日のリクエスト映画はこちらです。嵐の中で。まずは概要です。25年前に死ぬはずだった少年を救ってしまったことで自分の家族や人生を失ってしまった女性がもう一度自分の人生を取り戻そうと奔走する姿を描いた2018年のスペインの SF サスペンスです。監督脚本はオリオロ・パウロ、出演がアドリアーナ・ウガルテ、チノダリ、ハビエル・グディエレスです。記録的な嵐と一つの殺人事件が2つの時代を結びつける見応えたっぷりのネットフリックスオリジナル映画です。続きましてあらすじです。ベルリンの壁が崩壊した1989年の11月9日、その日街を記録的な嵐が襲います。そんな中部屋で一人ギターを弾きながらその姿をカメラで撮影していた少年ニコ、突然聞こえてきた隣の家からのけたたましい音にびっくりして何が起こったんや、なんじゃろかと思って、まあ、隣まで見に行くんですね。まあ、するとその隣のおっちゃんが自分の妻を殺している現場を目撃してしまいます。びっくりしたニコは慌てて逃げ出し飛び出してしまった通りで車にひかれて、まあ、亡くなってしまうんです。それから25年後の11月9日、そのニコが住んでいた家に、まあ、引っ越してきたベラとその夫ダビド、そして娘のグロリア、引っ越しの荷物を片付けてた時にですね、クローゼットの奥から古いビデオカメラとテープ、そしてテレビが発見されます。このビデオカメラのテープに何が映ってんやろうと思ってこう再生してみると、そこには25年前に部屋でギターを弾いてたニコの姿が映し出されます。外は25年前と同じようにものすごい嵐、その嵐のせいで時空にズレが生じてしまい、ニコとベラは時空を超えてテレビを通して会話ができるようになるんです。そこで隣から聞こえてきたけたたましい物音で外に見に行こうとするニコをもう懸命にもう行ったらあかん、もう絶対家おれってって止めるベラ、もう何が何だか分からずに戸惑ってるニコでしたけども、もう懸命に自分のことを止めようとしてくれるベラの勢いに押される形で、まあ、外に行くのを踏みとどまるんですね。よって、まあ、ニコは救われたんですけども、まあ、一夜明けて目が覚めるともうベラの世界は一変してます。まあ、ダビドとは結婚しておらず、まあ、それによって当然グロリア、娘のグロリアも誕生しておらず、もう仕事一筋に生きて大出世を遂げてる。ベラの人生はもう激変してしまうんですね。もう何が何だか分からずパニックになってるベラなんですけども、もう一度自分の人生、家族を取り戻そうと生き残った25年後のニコを探すことに奔走する、そんなお話です。この嵐の中での鑑賞ポイントは2つです。まず1つが緻密な脚本、そして2つ目がかわいそうすぎるヒロイン。まず1つ目が緻密な脚本。本作は SF とサスペンスを上手に組み合わせている作品で、いくつもの散りばめられた伏線がきれいに回収されていく、まあ、最近のサスペンス映画の中では出色の出来だと思います。僕は頭がいい方ではないので、タイムパラドックスのこととかツッコミどころは実は満載なのかもしれないんですけども、まあ、それが気にならないほど、まあ、次に何が起こるのか、もう展開にもう釘付けにさせられてしまいます。まあ、ニコが亡くなってしまうという、まあ、元の世界では、まあ、それがきっかけで隣のおっちゃんは殺人犯として捕まるんですけども、まあ、ニコを救ってしまった時代では、まあ、殺人犯は捕まらずにのうのうと生きている。まあ、この殺人事件と、まあ、ニコを探すことが、まあ、物語の鍵になるんですけども、まあ、
物語の序盤から分かりやすいところであったり、まあ、さりげないところに伏線がたくさん散りばめられています。まあ、なので片手間で見るよりはもうしっかり集中してご覧になられないと、まあ、ちょっと置いてかれてしまいます。まあ、そして物語のラスト、まあ、オチですよね。これもいい感じで終わるんで、まあ、見終わってからこれよー出てとんなーと満足感も得られる、なかなかよくできた緻密な脚本です。そして2つ目がかわいそうすぎるヒロイン。過去と現代をつなぐというようなストーリーっていうのは、例えばオーロラの彼方へという映画とか、最近では君の名はっていう映画なんかもそういう話だったと思うんですけども、この2作品はどちらも自分の人生を今よりより良いものにしようと奔走する、すなわちゼロからプラスにするという話なんですけども、この嵐の中では善意で人の命を救ったのに自分の家族や人生を奪われてしまうヒロインが、もう一度自分の人生を取り戻そうという、マイナスからゼロに戻すストーリーなんですね。自分の人生をむちゃくちゃにされたにもかかわらず、懸命に駆けずり回っているのに、頭がおかしい人扱いされるこのヒロインはもうかわいそうすぎます。もうなんとかして元に戻ってほしいと、頑張ってくれと応援せずにはいられません。本作はサスペンス映画ですので、ネタバレになってしまうといけないので、あまりもうこれ以上は話せずにはいますけども、本作のヒロインですね、アドリアーナ・ウガルテの熱演もすごく良かったですし、隣のおっちゃんを演じたハビエル・グティエレスの不気味な感じもすごく良かったです。もしこの嵐の中でが気に入っていただけたら、監督であるオリオロ・パウロの2012年の作品なんですけどもね、ロストボディもご覧になってみてください。おすすめです。タイムトラベルものって、それだけでこう脚本力が問われるんですけども、そこにサスペンスを組み込んでくるという、かなり挑戦的な作品なんですけども、めちゃくちゃいい出来栄えです。もしネットフリックスに加入されていたら、ぜひ見ていただきたいおすすめの一本です。ラジオネームあからさまに怪しい人は実はいい人さん、めっちゃいい映画のリクエストありがとうございます。それでは次回もまた楽しい映画の話をいたしましょう。いやー映画が好きで本当に良かった。